口臭予防には野にまでうがい、タカチャンネルのタカでございます。タカチャンネルの動画ショー、今回は YouTuber 懇親会の感想を言っていきたいと思います。いやーね、楽しかったよ。うん、清猫さんがね、ほんとね、いろんな知識持ってて、場を盛り上げてくれたんで、ほんと楽しめましたね。青春クイッカーさんって方なんですけど、誕生日プレゼントあげた動画ではね、ココナッツさんと呼ばれてるんですけど、ココナッツさんが、すごく笑うんですよ。すごい笑うんで、なんで笑うかっていうと、僕がグダグダなトークをするわけですよ。はい。で、これノーカットで、動画アップすると、もうグダグダなんですよね、僕の動画っていつもね。だからカットでね、もう、いっぱいカットしまくってるんですけど、そんなわけで、僕のグダグダなトークを聞くことによって、ココナッツさんが笑うわけですね。それに触発されてね、近くにいたね、ランさんも笑うわけですよ。あともう一人の方、世界のイケメンさんって方もね、いらっしゃいまして、はい。合計5人で、YouTuber 懇親会やってきましたよ。ココナッツさんの動画はね、すごくね、お笑い芸人的な感じがしてね、面白いよ。本当に。面白い。こうなんかすごいね、なんだろう、車の中で撮影してるんだけど、アンダーグラウンドな芸人って感じがしますね。芸人っぽさが出て、なんか、すごい面白い動画なんで、ぜひね、ココナッツさんの動画見てあげてください。その概要欄に参加者の方と、清猫さんのチャンネルのリンクは全部貼っとくんで、ぜひね、それぞれのチャンネルの良さ、ちょっと見ていただいて、気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いします。そしてね、ランさんのね、TikTok のね、情熱がすごかったですね。エレベーターの中で叫ぶ動画があるんですよね。はい。うまく説明できないんですけど。あと、世界のイケメンさんなんですけど、すごくね、その方も個性的でね、食事が、ね、出たんですけど、急に動画撮影が始まるんで、びっくりしましたね。まあ、全員ほんとね、個性的なメンバーが集まったなって思いましたね。やっぱ、ね、YouTuber っていう人たちはね、ほんとみんな個性的な人が多いですよね。基本的にね。はい。なんだろう、自己顕示欲っていうのが強い。そういうのが強いんでしょうね。やっぱりなんか、清猫さんも言ってました、そういう風に。自己顕示欲とかね、自分を見てほしいとか、そういう、目立ちたがり屋とか、承認欲求とか、そういったことがね、結構ね、強いんじゃないかなって言ってましたね。だから結構個性的なメンバーが集まるんでしょうね。いやー面白かった。ほんと次回もね、3ヶ月後にやるって言ってましたけど、もっと早くてもいいんじゃないかなって思ってますよ、清猫さん。飛んでいきますからね。まあ、時間の都合が合えば飛んでいきますからね。はい。というわけなんですよ。はい。そうそう。座談会の後に、札幌牛亭ってところでハンバーグ食べたんですけど、それがすごく美味しくて、もう肉汁が出てて、もうミディアムレアなんですけど、非常に美味しかったですね。はい。美味しいですよ、本当に。はい。お腹いっぱいになりましたね。よかったです。最高でした。グッド!グッド!グッド!次回もまた見てくださいね。チャオ!